日はこちら、いつもお世話になっております吉野家さんにやってまいりました。というわけで連日の猛暑続いておりますけれども、なんでもこちら吉野家さん期間限定でキムチクッパなるメニューを提供してらっしゃるということなんですけれども、なんと無料で激辛にも変更ができるということで、私ですね、芸人の中でも比較的汗っかきなタイプだと思ってるわけなんですが、そんな汗かきたけちゃんが激辛クッパンを食べてどれだけ汗をかくのかという検証してみようかなと思っておりますよ。というわけで本日はこちら、汗っかきの人が着てはいけない T シャツナンバーワングレーの T シャツ着てきたんですけれども、もうすでにこれお店の前に来るまでにね、汗かいちゃってちょっとこうシミができちゃってますけれども、果たして激辛クッパどれほどの汗を提供してくれるのでしょうか。それでは今日も張り切ってカー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 でいいじゃん。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、今年の夏ってもうむちゃむちゃ暑い。さほど暑くなかった、梅雨が長かったせいか、もう落差が激しくってね、なかなか体がついていきませんけれども、体だけじゃなくって地球全体もついていけてないのか、セミの鳴き声あんま聞かなくないですか。というわけで自分でセミの鳴き声やってみました。なんだそれ。それでは現場の竹中さん。はいほーん、こちら現場の俺が竹中で、はい、というわけでこちらがキムチクッパの大盛り激辛です。到着した瞬間に香ってくるもうスパイスの香りだけで毛穴が開いちゃうといった感じですけれども、いや、この香り食欲そそりますね。それでは早速いただきましょう。まだね、こちらね、キムチクッパのスープいただきましょう。口に含んだ瞬間は辛さがガツッとくるんですけれども、後からね、だしの美味しさが追いかけてくるといった感じで、いや、これね、まあ、正直ね、うまい。いや、マジで暑いなっつってテンション下がりがちですけれども、こうやってね、無理やりスイッチ入れてテンション上げてこうではないかっていういや、これは普通に美味しいです。はい、それではこちらキムチと一緒にいただきましょう。いや、やっぱね、こういうね、暑い時ってご飯類って敬遠しがちですけど、このスープ状になってこう一瞬こうずっとすすれるっていうのがいいんですけれども、いや、これ結構辛い。後から辛さきますね。いや、でもこれほんと美味しいですね。はい、それではこちら牛と一緒に絡めていただきましょう。こちら牛はね、牛丼の牛だと思うんですけれども、いただきましょう。いや、こちらね、ほんと牛丼の吉野家さんといった感じの相変わらずのクオリティで、牛丼の脂の部分がちょっとだけ甘く感じられて、でこれもっとパクパクいけちゃいますね。はい、それではこちらお豆腐いただきましょう。いや、このお豆腐もね、麻婆豆腐的な味わいといいますか、この絹ごしな感じ、この滑らかな食感とこの辛いスープが合うの合わないのって、ピリ辛のだしの効いたスープでよく合ってますね。はい、それではこちらおいしちにしてやろうと思いますよ。はい、いかがでしょうか。いや、なるほどね、激辛スパイスの横幅が広がってると言いますか、七味の味わい深いこの奥行き、辛さのいろんな表情が見えて、いや、これはこれで合ってますね。ははい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。キムチの酸味の効いた辛さと牛丼の甘辛い味付けがもうベストマッチで、結構ねスープ状にもなってるっていうことで、こうズルズルといただけるというのもねありがたいななんて思いましたね。そして気になる T シャツの結果なんですけれども、こちらドスン。いや店内むっちゃ空調効いてて、いやそんな汗かかなかった。しかし顔はね、ご覧いただいたようにむちゃむちゃ汗がね吹き出てしまいましたね。いやこれ T シャツ全然変化なかったな。というわけでね、なぜか夏になるとね激辛食べてもいいみたいな風潮がね流行ってますけれども、皆さんもねぜひ一度食べてみて汗かいてテンション上げて夏を乗り切るというのもいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら吉野家さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。